はいはい、皆さんこんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、単体だともう全然好きでもなんでもないんですよ。まあ強いて言うなら別に食べたいとも思わないぐらい。ただですね、これがあるとこれ食べたくなるようなみたいなやつがですね、ございまして、それこちらですね。はい、ピクルスなんですけれどもね、もうおしゃれですね。ピクルスなんか言っちゃってね、もう。まあこれ単体で好きなわけじゃないんですよ。お肉ですね、肉焼いた時にですね、その肉と一緒にですね、このピクルス食べてみてください、皆さん。めちゃめちゃ美味しいんですよ。でもですね、美味しいんですよって言われて、あ、そうなんですね、と思って食べる人なんてこの世にいないと思いますので、何がいいのか、まずですね、話させていただきたいと思います。まずだってですね、皆さん焼肉のタレってもう飽きてないですか？でもそれが普通だと思ってないですか？やっぱそういうところなんですよね。常に普通を更新していきたいっていう気があると思うんですけれども、そんな時なんですよ。そんな時ね、このピクルス、いや、早いな。まだそこではピクルスではないんですけれども。なんかね、まあ、その次に多分こう、塩系とか、なんて言うんでしたっけあれ、マジックソルトみたいなやつとかあるじゃないですか。マジックソルトとか、あとなんでしょうね。まあ、調味料みたいな、ふりかけみたいなやつがあるじゃないですか。それにもですね、飽きるタイミングってくるじゃないですか。そうなった時にですね、あ、で、さらに、ジャンクフードが食べたいけれども、ちょっと体調に気をつけたいみたいなね、そういう瞬間も来るじゃないですか。ないですかね、わかんないですけど。そういう時にですね、お肉焼いてお肉とですね、ピクルス食べると、お口の中がマクドナルドになるんですよ。それもですよ。だってもうそんなね、油とかも少ない。ただ肉焼いてるだけですからね。肉焼いてるだけで少ないですし、あとですね、もうピクルスだけですか、ピクルスつけてるだけで、もう口の中がマクドナルドになるんですよね。なかなかそんなことってないじゃないですか。やっぱ罪悪感ってあるじゃないですか。ちょっと若干ね、別にそんなに気にしなくていいと思うんですけれども、マクドナルド食べると、ちょっとした罪悪感って生まれるじゃないですか。ああ、明日ニキビできるかもな、とかですね、あると思うんですが、こちらならですね、もう何の罪悪感もなく、何も気にすることなくですよ、口の中がジャンクフードになるんですよね。なんかね、もう本当おかしな話で、それは何がいいんやって話なんですけれども、まあね、美味しいんですよ。普通に美味しいんでね、ちょっとですね、皆さんに試していただきたいですね。お肉とピクルスですね、もうタレとかに飽きてでですね、マジックソルトとかそういうのにも飽きてっていう方はですね、ちょっとピクルス試してみてください。というわけでですね、本日まで行かせていただきたいと思います。はい、本日こちらですね、 PRS ですね。最近ですね、思うんですよけれども、 PRS ってどうなんすかねどうなんですかね、ね、私昔、まあ SE の安いやつを持ってた時期もあったんですけれども、あんま使うことなくですね、もう特に使うことなかったんで、あんま使うところないところから始まって、結局使うところなく終わっちゃったんで、まあね、すぐ手放しちゃったんですけれども、今になってですね、まあ、あってもよかったんじゃないんかなって思うんですが、PRS でこの人のギター最高やなって人がですね、今のところ私の中であんまり思いつかない。まあでも言うてもですよ。まあ言うてもね、難しいですね。そういう点で見ていくと難しいんですけれども、まあやっぱ見た目が気に入ればですね、非常にいいギターですよね。まあでもそうなんですよね。結局、ギターって見た目と、ブランドロゴそれだけじゃないですかね。もうなんか、それだけじゃないですか。そこが良ければ、だってもうね、多少作りが悪かろうが、逆にそれが可愛かったりするじゃないですか。なんでですね。まあ結局、そこなんだろうと思うんですけれども、このですね、今回このナローフィールドっていうんですかね、ピックアップを搭載した SE シリーズ SENF3 がですね、まあ、全然知らんけど全然知らないんですよ。全然知らんけど面白そうやなっていう。なんか昔これですね、私の友人持ってたんですよ。このなんか変わったピックアップなんですよね。細いハムバッカーみたいな、それを搭載しているギターを持ってて弾かせていただいたことがあるんですよ。まあ面白いなーっていうのと同時に、まあバリエーションが多いとですね、やっぱ選択肢が多いと難しくなるってですね、私ちょっとこのチャンネルで何回も言わせていただいてると思うんですけれども、まあその傾向にあるギターで、まあ自分はですね、あんまり合わなかったんですが、まあ人のを見ててちょっといいなーと思いました。ちょっと私はですね、使いこなせる気がしなかったんですよね。ただですね、好きな人はいそうっすね。ちょっとですね、そちらの商品見ていきたいと思います。はい、こちらになるんですけれども、ね、まあこのような感じでございまして、あ、で、6.7 ブリッジなんですね。まあその辺はちょっとクラシカルな感じっていうんですか？わかんないですけれども、ね、まあでも2択なんですよね。その 6.7 ブリッジがいいか2.7ブリッジがいいかっていう問題ってあるじゃないですか。見た目はですね、私2.7ブリッジが好きなんですけれども、音はですね、6.7 ブリッジの方が好きなんですよ。なんかですね、モダンしてるギターの方が好きかと思いきや、結構自分でもですね、そこは 6.7 ブリッジの方がいいなとかいう、なんか謎のこだわりがあるんですよね。まあ今持ってるストラトは2点指示なんですけれども、まあですね、ちょっと見ていくんですが、まあこのような感じのピックアップですね。これがですね、3つ並んでおります。ということでですね、まあ私の友人がですね、まあこれ持ってたんですよ。こんな感じのピックアップですね。まああんま覚えてないんですけど、まあそれで、
ちょっとこのギター変わってんなと思ったのが、あのハムシンハムの真ん中のシングルって微妙に使えなくないですか、単体で。あんまり使いづらくないですか。私はですね、昔、あ、でも、そうですね、昔サドウスキー使ってた時もシングルシングルハムだったんですけれども、真ん中のシングルがですね、あんまり使い勝手良くなかったんですよ。まあでもどうなんでしょうね、その私の音の作り的な感じの仕方と申しますと、やっぱりリアで音を作ろうと。するんですよね。リアで音を作って、で、フロントは、ボーカルがいなくなった時に結構ボーカルの帯域の方に寄ればいいや、みたいな感じのセッティングにしてたんですよね。で、そんな中、真ん中ってですね、ちょっと使いようがなかった、使い道がなかったんですけれども、そんな私のですね、使い方でも、このですね、PRS の真ん中のセンターのピックアップっていうのは使えて、それがちょっとびっくりしたなっていう、ただそれだけなんですけれども、でもまあ、そんなギターに初めて出会ったもんですから、それはもう驚きますね。あれでも高いやつです。今はもう多分買えないですね。今はもったいない。いやでも、あの、富豪の方々は買えるんですけれども、当時、なんでしょう、当時40万ぐらいじゃないですかね。10年ぐらい前に。で、なんかその雰囲気があるんで、もしかしたら結構このギターっていいかもなと思いまして、まあお値段の終わりに、わかんないですけれども、あの、俺たちとまだわかんないんですけれども、まあ SE シリーズですからね、その結構コスパいいんじゃないかなっていうのがございまして、ではですね、ちょっと下の文章をですね、読んでいきたいと思います。バーサタイルワークホースというわけですね。まあ早速全然意味わかんないんで、ちょっと調べていいですか？ちょっと調べますね。まあ汎用性が高い作業馬っていう、なんかもう直訳するとまあね、そうなっちゃいますよね。ではですね、ちょっと読んでいきたいと思います。 PRS SE NF3 はこれまでの SE シリーズにはなかった革新的なモデルですということでですね、なかなかね、革新的なモデルって言えるぐらいですからね、天下の PRS 様がですよ、もう革新的な SE シリーズにはなかったっていうぐらいですからね、ないんでしょうね。まあそれを果たして革新的と捉えるか、別に普通に出せたんじゃないと思われるかはですね、ちょっとあなた次第なのでお任せいたします。ということでですね、その理由はこのモデルの最大の特徴とも言える PRS ナローフィールドピックアップにあります。本モデルに搭載されているナローフィールド DD ディープディッシュズ S か、ピックアップには、コイルの巻き数を多くするために通常よりも高めのボビンが使用され、各ポールピースの間に金属が印刷されたハムバッカー構造を採用し、太くきらびやかなシングルコイルサウンドを生み出すようにデザインされています。つまり深く歪ませた時でもハムノイズを抑えつつ従来のシングルコイルサウンドでの演奏ができるというプレイヤーにとって理想的な環境を可能にしました。そしてPRS のオリジナルトレモロを搭載し、ポプラボディ22フレットのボルトをメイプルネックを採用し、指板はローズウッドとメイプルの2種類をラインナップ。また、他の製品同様、本モデルにおいても、PRS が誇る高いプレイアビリティを実現しつつ、多彩なサウンドでプレイヤーを魅了しますと。PRS SE NF3 はギタリストの高いニーズに応えつつ、ロック、ブルース、ゴスペル、カントリー、ジャズなど、様々なジャンルに対応できる万能なモデルと言えるでしょう。ということでですね。まあ確かにそうなんです。これですね、デモがついておりまして、まあデモの音は非常によろしいですね。というかですね、最近のギターのデモ演奏のデモの音をこういう公式が出してる、なんかこもりすぎてるんですよ。こもりすぎてて、いなたい音しかしてないものが多いんですよ。まあ主にですね、F 社、そして G 社のものなんですよ。私がですね、紹介させていただいてるものの多くはそうなんですけれども、なんかね、そこから連想させていただける、こう、イメージが難しいんですよね。そんな中ですね、やっぱ PRS って今時の音してますよね。ちゃんとしてるというか。なんか私的には好きな感じですね。でもですね、フェンダーとかのですね、まあ、フェンダーって言ったんですけれども、フェンダーとかのですね、この、公式のデモみたいなやつを見て、聞いて、いざですね、自分で演奏すると全然音違うんですよ。まあ、それは全然違うんですけれども、なんであんなこもったような音にしちゃうのかなっていうのがあるんですよ。まあそっちの方が好きなのかな、やっぱり。で、いなたい感じでですね、もうちょっと立体感の聞こえるような、なんか音にした方がいいんじゃないのかなとか思いつつですね。まあでもですね、そんなこと私が言っても仕方ないんですよ。でもですね、そう考えたらこの PRS のですね、その楽器の音がすごい聞きやすくって、だからこのギター自体が結構いいのかも。まあなんなんでしょうね。でもまあちょっと次の方見ていきますね。はい、こちらですね。あ、でもちゃんと、あれですね、トレモロユニットに触れてますね。高いプレイアビリティとクリアなサウンドを実現ということでですね。まあこれのクオリティも高いのかもしれないですね。もしかしたらここに出してるっていうことは。でですね、ペグの方もですね、ギターに合わせてデザインされたペグということで、ちょっと反対側を見せてほしいんですけれども、反対側ちょっと見れないということでですね。まあチューニングの安定性を実現と。でですね、ナローフィールド DDS ピックアップということでですね、マグネットと金属のポールピースを合わせ、ハムノイズを出さず、豊かな低音域と、こう音楽的な高音域を生み出す革新的なピックアップということでですね、まあ確かにいいっす。確かに良かったですね。では次行きたいと思います。まあでもそれがピックアップかどうかっていうのはちょっとですね、あんまわかんないんですけれども、でですね、
これね、スペックなんですけれども、なんかまあ気になるところは、どうでしょうね。あー、ここですか。ネックシェイプがですね、ネックのところのですね、1、2、3、4、5番目ですね。あ、あとその前にスケールが25インチですね。25インチなんでですね、ストラトとかと一緒ってことですね。フェンダースケールってやつですかね。まあそのあたりになります。でですね、ネックシェイプがワイドシンということでですね、まあ広くて薄いですよってことなんですけれども、多分アイバニーズほどではないかなとも思うんですが、まあ引きやすいやつだと思いますね。ちょっとわかんないです。でですね、ネックの深さと広さのやつがですね、これ細かく載ってるんですけれども、まあこれを見たところで私はですね、あんまよくわかんないんですよ。でですね、次フレットが、あ、指板がローズウッドで、ラジアスが10ということでですね、あ、10なんですね。フェンダーがね、最近のフェンダーは 9.5 でですね、ギブソンが12となると、まあ、その間、かなりフェンダー寄りな。フェンダーに比べると、ちょっとだけ、ちょっと気持ちちょっと引きやすくなってるんだと思いますね。そこを狙ってるのかな。まあ、どうなんでしょうね。その辺謎なんですけれども、まあ、そんな感じのギターですね。でですね、まあ、このような感じでございまして、PRS ってトレブルとベースっていう言い方するんですね。リア側がトレブルって感じですね。で、ミドルはミドルでですね、ネック側のピックアップはベースっていう言い方するんですね。つまりは、まあ、あれですね、その、ポジションがどうとかっていうよりは、音質がどうかっていうところで見てるんでしょうね。なんかでもそんな感じしますわ。やっぱりね、やっぱり何のやっぱりか、何のやっぱりかわかんないんですけれども、なんかそんな感じしますよね。ちょっと音で答えてるみたいな感じしますよね、PRS って。でですね、ラインナップがまあこのような感じでございまして、まあ、かっこいいっすよね。かっこいいんですけど、ヘッド白いのがな、ヘッドが、メイプルなんかちょっと、どうなんでしょうね。ありなのかな？私、ちょっとこの、どうなんでしょうね。やっぱフェンダーをモチーフにしてるって考えたら、ヘッドはナチュラルの方がいいのかな？どうなんでしょう。なんかちょっと黒い方がいいのかなっていう気もするんですけれども、ナチュラルの方がいいんですかね。私は、難しいところですね。でですね、お値段の方が、このような感じでございまして、123,200円ということでですね。別に全然お値段的にはお値段、そうな感じ？いや、値段よりちょっといい感じするな。ですね、私、その PRS って実際、あんまり好きじゃなかったんですよ。まあ今もですね、そこまで好きではないんですよね。なんか音がペニャペニャしてて、多分これですね、PRS 使ってたけれども、別のもの使ってる方なら多分わかると思うんですけどね、ペニャペニャしてんすよ、音が。でですね、張りがあんまりないというかですね、パワーがあんまりないんですよね、その音の弦の密度っていうんですか、音の密度がですね、あんまり感じられなくてですね、あんまり好きじゃなかったんですよね。でですね、まあそれをもともとそのプライベートストックとかを使ってた人からしても、やっぱりそうらしいので、やっぱりそうなんでしょうね、ああ、わかるわかるみたいな感じでですね、まあ一時的にその場が盛り上がるということがございまして、やっぱりそうなんやと思いましてですね、まあただですね、このギターちょっと思想段階の聞いた感じにで申しますと、結構パワーあるなっていう、でしっかりと音に密度もあるなって思いましたので、まあそれがですね、ここ最近のこのね、ラジオを撮るにあたっていろんなギターをですね、こう調べている上でですね、やっぱフェンダーギブソンとかの音がちょっとあんまり微妙すぎるっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ結構ありだなと思いました。音的にはありなんです。まあ音的にありっていうのがやっぱ楽器的な一番正解なのかな。まああとこの見た目がねちょっと特殊なので、そこは気に入ればという形ではございますけれども、皆さんいかがでしょうか。というわけでですね、本日はこちらをね、 PRS ナローピックアップをナローフィールドピックアップを搭載した SE シリーズ SENF3 をですね、全然知らんけど面白そうということで見ていたんですけれども、あれですね、私の知っている PRS の中で多分一番好きですね。でですね、やっぱり好きかもしれないなと思ってですね、ちょっとこちら見てたんですよ、さっき。はい、こちらですね、これね、もう、マッカーティー594のですね、まあすげえ、まあ見た目はすげえかっこいいじゃないですか。見た目すげえかっこよくて、まあ音がですね、やっぱり芯が細いんすかね。やっぱりこうなんなんでしょうね。見た目はすげえいいのになんか。あ、でもどうなんですかね。これがそんなパワーみたいな感じじゃないのかもしれないんですけれども。なんかもうちょっとパワー欲しいなって思うような音ですね。音の密度も欲しいですし、やっぱり芯も欲しいなって思うので、やっぱりですね、SENF3 の音で、これの見た目だったら、でですね、まあ価格も間を取ってほしいですね。間取るの無理でしょうね。これだってめちゃめちゃ高いですよね、きっと。多分10倍ぐらい違いますよね。あっちがだって12万でしょ。こっちはだって200万近いと思うんですよ。でもですね、何なんでしょうね。やっぱ音の芯とかを求めちゃうと、やっぱ芯が、どうなんでしょうね。まあ、私の理想の音が多分この PRS に合ってないってことですよね。きっとやっぱパワーがあって、音に芯があって、しっかりと音に密度もあって、で、コードを弾いた時はしっかりと分離感もあって、
でしっかりと音も伸びる。でめちゃくちゃノイズ、もうローノイズっていうのが理想なんですけれども、それにですねあんまり当てはまんないんですよね、不思議なことに。まあそんな中ですね、この NF3 はなんか良さそうな気もしまして、なんか PRS には珍しくちょっとパワーがあるように、音にパワーがあるように感じて、しっかりと密度もあるように感じるので、まあ結構ありなんじゃないのかなと思いました。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。まあということなんですけど、やっぱ PRS で PRS を買ってやったぜっていうのが一番大事な気しますよね。そんなもう実用性とか置いといたとして、やっぱ飾ってかっこいいですからね飾ってかっこいいのがやっぱりいいっすよね。まあ、どんなギターもやっぱ飾ってかっこよくないとギターじゃないですから。まあでもですね、私このちょっとね、あの SENF シリーズ話変わっちゃうんですけれども、 SENF シリーズ見て聞いて、あ、これちょっといいかもなって思いまして、なんかちょっとどっかの機会で外に出た時、外に出た時ですね。あの、普段、インドアなので、外に出た時にですね、ていうか、まあ、インドアなんですけどね、ちょっと、最近外に出ることがあってきついんですけれども、まあ、気温もね、40度近いですし、皆さん熱中症大丈夫ですかね、皆さんも熱中症にちょっと気をつけてですね、今年の夏も乗り切りましょう。ということでですね、あの、SNF シリーズですね、NF3、ちょっとどっかで弾いてみたいですね。まあ、でもね、これ思想でね、普段と違う環境で弾くとですね、やっぱ違うんですよね。だからまあ、その辺も難しいんですけれども、結構興味はありますね、この SENF3 に。なんでですね、まあ、どっかで試奏をさせていただいて、またですね、なんか機会がございましたら、こちらの方でですね、感想を言わせていただきたいと思います。